どうもボビーアトレーダーのボビーです。メリークリスマスね。今日は12月25日、クリスマスですね。115回目のライブ配信となりました。それではオープニングムービーをどうぞ。どうもボビーアトレーザーのボビーです。大阪のですねボビーアトレーザーのアトリエからライブでお届けしております。ね、クリスマスですね。昨日は、クリスマスイブいかがお過ごしでしたでしょうか。ね、もう本当に、クリスマスのこの時期が来たらもう年末ね、あれですよ。もう今日例えば、今日は外はちょっと出てませんけどね、クリスマスが終わったらもう途端にディスプレイがですね、街のディスプレイが年末のね、クリスマスのこの紅白から年末の正月に向けての紅白っていうか、ね、年の瀬の飾り付けに一気になりますからね。なんか今日はまたある種節目のような一日になると思いますね。皆さん、昼休みねいかがお過ごしでしょうかね。僕はですね、今日は、朝からですね、イメージムービーを作ってました。イメージムービーなんやろって感じね。ブログをね常々か作品をね、披露する時とかには、ブログで写真をね、カメラで、撮って、ブログに載っけてるでしょ。でそれと付随してですね、スライドショーをね、撮ったりとか、自分で iPhone こういう iPhone のでこう撮ったりとかしながらとかですけども、身の回りに使えるものからですけど、で動画を撮ったりとか、ほぼ写真ですけどもね、写真をですね、スライドショーを作ったりしてるんですね。最初の頃はあれですよ、スマホでね、写真撮ってパチャパチャと、でそれをこうなんかアプリでねスライドショーを作ったんですけども、それもですね、なかなかちょっと こういうもうこれがこの間まで最新機種やったんやけど、僕の中でね、ボフィアトレザーの中でですよ、ね、だけどもちょっと容量的に厳しいもんがありまして、カメラでですね、一眼レフで、作品を撮影して、それをスライドショーにしてね、あと解説を交えながらで、このパソコンのですね、iMac で、ソフトでですね、スライドショーを作って、テキストとかいろいろこう文言っていうのか考えて、でそれをスライドショーにして、YouTube のにアップして、それをリンクさせながらですねブログの方で解説していくという形式をですね、取らせてもらってます。でね、今朝ですね、ハットをこの間納品させていただいたんで、その映像スライドショーをね作ってたところです。で午前中それを作業をねこう制作して、それもね、なかなか慣れない作業なんですけどね、本来はちゃんと映像の人に頼むのが一番ベターなのかもしれませんね。自分でこうできることはこうやっていくのが勝負なんでね、それで、午前中というか、今完成しました。もしよかったらね、ちょっとご覧いただきましょうかね。もう完成してほやほや、湯気立ってますからね、ちょっとご覧くださいね。どうぞ。
ていう感じのスライドショーをね、もうついさっき完成、させてですね、まあアップロード、まあ、まだまあ YouTube の方にはまだこれからアップロードするね段取りをするんですけども、まあそういう感じでですね、隙間隙間の時間でですね、このように、制作します。まあ、まあ音楽はどうしてもね、あのいろいろ権利の関係があるんでですね、まあ、あの使えるフリーソフトフリーの中から選んだりしてるんですけど、本当はね、なんていうの、こういう配信もそうですけど、こうBGM があった方がなんかこうラジオっぽくていいなと思ってね、なんかちっちゃくでも流れてるのね、なんかグルーヴしてる感じがいいなとはいつももうずっと思ってるんですけど、なんかね、まあこれ、録音とかね、できるんやったらなんかちょっと、もう簡単なことはね、ちょっとなんかループで、まあ打ち込みとかは僕ちょっとそんなできないんで、まあまあここに、ギターがあるけどね、ギターとまあまあできても、まあハーモニカですよ、ハーモニカ弾きながらね、こう声出したらちょっと声かぶるんで、同じ人の声がね、僕ちょっと声にはすごい敏感になっちまうんでね、ちょっとこうね、ギターをこう弾きながら、あ、なんかこうBGM をね、ちょっとまあ正月休みで作ろうかな、なんかね、それでこううっすらとこう BGM が、まあ、アコースティックサウンドになりますけど、なあのロックロバロックレザーのね、こう作るっていうねブランドですけどもね、なんかちょっとこう、ね、そういうクリエイターなところもね、なんかやってみたいなと思ってます。まあ、ちょっとずつね積み上げていくような感じですね。もうほんまに、そういう感じですね。まあ、これも何でもそうですけども、失敗っていうか、いろいろこう俺なんか悩みながらっていうか、なんかねうまくいかなかったこと、壁がいつもあるんですけど、それをなんかね、まあ、ちょっとずつこうなんか時間が経ってから分かることってあるじゃないですか。あれがこういうことやったよなとかね、そんな感じで、なんかちょっとずつ操作を慣れながら、まあね、これもね、ライザー作品と一緒で、ね、音楽も全てがボビー・アトレザーの作品ですから、ね、この先のねスライドショーもそうですけど、そういう感じでね、できるところからですけどね、イメージしたことをちょっとずつ形にしながら、本当はまあ今日も一枚ね、こうクリスマスみんなこういろんな工夫をやってるんで、こうサンタの帽子みたいなのも作ればよかったんだけど、もうさすがにレザーをね作るのはもう一石二鳥じゃとてもないですけどね、できないんで、時間がどうしてもね物理的なものがかかるんでね、これ、こういうジャケットね一着作るのもね、もう相当な労力と時間とね、急いでは作ってるんですけど、ね、ビュンとこう一足飛びに行けないっていうのがありますんでね、でまあそんな感じですね、ね、クリスマスね、いかがお過ごしですかね、ね、今多分お昼休みでね、なんかチキンでも、ね、鶏肉をいただいてるんですかね、まああったまるようなやったら、もうなんかこうおうどんのね、なんかあんが入ってるようなものとかね、鳥の親子丼かね、なんかそんなんとかいただいてるんでしょうかね、クリスマスやからそれはないか、いやそうかもしれんな、まあそんな感じでね、まあ今日ね、いつもクリスマスって言ったら僕は夜中にですね、家にだいたいいる時間なんで、クリスマスの約束をねいつも毎年見てましたけどね、今年はまあなんかねこういうご時世なんでね、なさそうな感じなんでね、まあ昨日はその代わりに、この代わりじゃないですけど、クリスマスイーブやなという過ごし方もね、させてもらったし、配信ライブを見たりとかしながらですね、そんながこの配信ライブをこう見ながら、いいなと思って感動してですね、音楽ってやっぱりいいなと思いながらですね、こう心に染み入ったそんなクリスマスの夜でしたね、まあね、みんなおのおのの過ごし方をされたと思いますけどね、2020年のクリスマスがね最高のものになるように、僕も願ってます。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。
Bye.